それでは、榊原さんによる、ウェブアプリをネイティブアプリにするキャパシタが広げるウェブの可能性です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。榊原と申しまして、普段関西におりまして、自分の会社してたりとか、他社の会社に信用したりとか、あとコミュニティ活動でアイリンクジャパンに、ユーザーグループっていうのを代表してたりします。で、普段アプリを最近作っている人が多くなりまして、例えばこちらティプシスっていう女友達を作るための女性専用ソーシャルサービス、女性専用ソーシャルサービス、最初女の子同士の出会い系って言ってましたら、出会い系の人って言われるようになって、もうどう考えても勉強会とかで、あ、出会い系の人だって言われたのか、勉強会に出会いを目的に来てかわいそうな人じゃないですかなんで言い方変えてソーシャルサービスですって言うようになりました。こちら最近作っているスカラリファイ CDN ちゃんの画像、結構ここのウェブサイト重いなっていうサイトで、大体画像サイズがでかすぎるっていうのがあまり多くて、リサイズを手元で先にしてやってくれないんだったら、 CDN を介して画像配信するときに URL に画像サイズ入れたら自動的に縮小して配信できるというようなサービスを作っています。こちらは利用していただいたら、ワードプレスのプラグインですね。プラグイン入れるだけで、細かい設定しなくても、画像を最適化して配信できますよみたいなのをしてたりします。で、あと、コントリビュートで、アイオニックチームのアイオニックとかの、コントリビューターしてます。で、本日のメインのキャパシタの話なんですが、キャパシタの、これを見たことがある、もしくはキャパシタ知ってる方どれくらいいらっしゃいますか。この中でコルドバ知ってる、あ、コルドバは多い。実際に作ったことが、ウェーブ技術で実際に作ったことが、アプリを作ったことがちらほら程度ですね。で、簡単に言ってしまうとコルドバの後継なんですが、一つずつ説明していこうと思います。で、こちら、コンセプトはネイティブブリッジコクロスプラットフォームウェブアップス、もう言いにくいっていうあたりで英語を普段喋り慣れてないのでこれなんですが、HTML5 でアプリを作ったり、まあ、規格上は 5.2 になっているので HTML5 っていうのが正しいかはあるんですけど、HTML と JavaScript でアプリケーションを使ってキャパシタっていうプラットフォームを通したら、まあ、PWA で配信することもできますよ。Android でも iOS でも。で、Electron を使ってデスクトップアプリとしてもコンパイルすることができますよっていうのがメインになります。じゃあ、これ何してるのかっていうと、まあ、アプリなんですよ。ウェーブビュー、普通に、例えば iPhone だったらサファリあるじゃないですか。を全画面表示して、まあ、ウェブビューって言うんですけど、全画面表示して、アプリとしてローカルにインストールしているものをブラウザで表示すると、当然アプリっぽい挙動になりますよね。っていうのが HTML5 アプリの本当に基本的な仕組みで、プラスして、まあ、カメラであったり、Bluetooth であったりとか、まあ、バックグラウンドページであったりみたいな、ネイティブ機能にアクセスする機能がついてますよっていうのが HTML5 の基本的な仕組みです。じゃあなんで HTML5 っぽく、違います、ね、なんでアプリっぽく見えるかっていうと、まあ、その無駄な画面が出てないとかあるんですが、基本的にはデザインガイドラインに従って作るからです。今皆さんウェブサイトのデザインの場合はゼロから作る方がどれくらいいらっしゃるか分かんないんですけど、ウェブのデザインこれだっていうルールがない理由って、ルールが決まる前にウェブができちゃったというか、パソコンサイトのこれが正解だっていうデザインってできないままには普及したんですけど、 iOS と Android はデバイスの文化に寄り添うって形でしっかりデザインガイドラインに作られてますよね。で、それに沿った形で先ほどの Wave View に HTML、CSS、JavaScript で描画したデザインを表示するからアプリに見える。アプリが見えるっていうと何ですか、アプリなんです。で、ただし、もちろんだから、iOS のデザインも Android に当てるとか、マテリアルデザインも iOS に当てるみたいなことをすると、それはデバイス文化に寄り添わないんで言ったら、アプリとしては仕
んですよ。なので、こういったモバイル UI フレームワークみたいな形で、私がコントリビューターしているアイオニックフレームワークとか、他にも音声 UI フレームワークとかいう形の、デザインフレームワークが一般的に使われます。そのデザインフレームワークの通りに書いてからシングルページアプリケーションになるんですが、サイト内リンクで A タグでなんか HTML ファイルが入るから HTML ファイルに飛ぶみたいなことはできないので、HTML ファイルアプリというのはシングルページアプリケーションで作られる。シングルページアプリケーションわかんないって方は知られますか？まあ大丈夫ですね。シングルページアプリケーションだったらど何でもいいということで、Angular で作ることもできるし、 React で作ることもできるし、 Vue.js で作ることもできるし、一番右これだけだったら何か分かりにくいです。これ JKB のところです。皆さんご覧になっているときにここに大体 JQuery って書いてるんですけど、JQuery でも言ったシングルページアプリケーションで、画面遷移しない形で見せることができれば、JQuery でも構築する。よく言われるんです、リアクトネイティブとかネイティブスクリプトとどう違うの、これも JavaScript で書くよね。でこちら、画面のレンダリング画面、画面のレンダリング部分なんですが、ご覧いただいたら分かるみたいに、ここら辺の、レンダーっていうのは皆さん見慣れてると思うんですが、このビューとか、テキストってこれ文字でそのまま入ってるんですけど、このタグって見たことないですよね。これもちろんウェブコンポーネントの、企画でなければ、普通に HTML の企画でもなくて、このビューとかテキストとか、こういった任意の決められたタグを JavaScript コアに通すことで、ネイティブそのままとして利用ができますよ。なので先ほど HTML5 アプリはウェブビューの中で HTML 見せてるって話したじゃないですか。じゃなくて、React Native とか Native Script はこの JavaScript コアっていうものを通すことによって、もうちょっと全体的に言うと、例えばネイティブスクリプトランタイムですね、を通すことによって、Swift とかでそのままビューを書いたのと同じように、コンパイルできるといいますか、という形でできるので、より HTML5 よりはネイティブに近いという形で実装することができます。で、話戻しまして、じゃあ HTML5 アプリっていつぐらいが載ってた、意外と古くて2009年、もう10年近く前には、ニドビ社というところが、コンギャップをリリースします。で、その2年後に、アドビがニドビを開始しました。で、あまり知られてないんですが、アドビプロダクトに、アドビフォンギャップとか、アドビフォンギャップビルドっていう HTML5 アプリを作るため の, プロダクト群が存在したりします。で、アドビこれ買収したときに、フォンギャップのソースコード自体は、アパッチ財団に寄付して、それを OSS として活用してい、てくださいっていう形で、コルドバ、コルドバと言われているのは、アパッチコルドバっていうアパッチのプロジェクトなんですね。で、使われたりします。で、その後に Google が PWA コースを発表して、ウェブってそのままブラウザ上でもアプリになるよねみたいなことを今流行り始めてますが、そのもっと前に、そもそも Swift とか Java とか、Swift ですね、Objective-C とか Java とかで書かなくても HTML でいいんじゃないか、どっかのキータの記事で見たことがあるんですけど、結構 Swift とか、HTML で書く人って、例えばテキストの下に線を引くとか楽勝じゃないですか。ちょっとずらしたとか、背景に色付けとか CSS で簡単にできるじゃないですか。なんですけど、ネイティブってそれはもう決まりきった API があって、それを結構複雑に扱わないといけないので、実際 Swift で作られてる方も Swift の中で WebView エリアを作って WebView エリアで HTML を表示してるみたいなプロダクトがちょいちょいありまして、みたいな流れで HTML ファイルアプリっていうものが存在します。で、この中でなぜ一番コルドバが働いてるか、簡単なんです。無料だから。さっき言った例えば Adobe フォームギャップだとワンプロジェクトまでは無料です。で、OSS で作る部分も無料なんですが、プライベートプロダクトはそこからお金がかかってきます。他に、IBM さん、日本ではアシアルさん、
いろいろ出してるんですが、お金がかかるっていうことに対してコルドバは無料だからたくさん使うと思います。ただ、コルドバって、まあ、もちろんいいものですし OSS としてみんな改善も返していってるんですが、4つ課題といいますか、実際プロジェクト採用していると悩む部分、1つ目バージョン問題。バージョン問題っていうのが、例えばコルドバの iOS にコンパイルするためのバージョンと、それに乗っけるコルドバプラグインといわれるネイティブ API にアクセスするためのバージョンが組み合わないとビルド失敗するんです。もちろんエラーがあったらできるんですけど、ウェブ出身の人ってあまりネイティブ のビルドエラーとか追うのが得意じゃない方が多いんで、ここら辺でよくつまずいてたりします。で、他3つっていう、何よりこれなんですよね、バージョン問題。でもう一つがプラグイン問題で、先ほど OSS って言ったんですが、 OSS っていうことはつまりは保守されてるプラグイン、されてないプラグイン、保守されてるプラグインだけじゃなくてされてないプラグインも当然ございます。で人が作ったプラグインなんで、自分がちょっとこここうしてほしいなみたいな思っても、それをちょっと変更するのが難しかった、まあ、変更するためにはオブジェクティブ C と Java の知識がそのまま必要だったで、結構こんな API 誰が叩くのみたいなプラグインも存在するんですが、それでも自分自身が使いたい API 叩けないから自作しないといけないみたいなのをちょいちょい聞いたりします。で、3つ目、デザイン。デザインなんですが、先ほどアイオニック、音声 UI みたいな形でフレームワークでそれっぽく見せてみてください。例えばまあ、後ほどちょっと画面は出るんですが、アラートコントローラーあるじゃないですか、ポンって出てくる、あれももちろんだからそれっぽく HTML で描画してます。ってことはですね、iOS 長らく使われている方はご存知だと思うんですが、iOS 自体もデザインが変わっていってます。なんで、まあ、今現在のデザインとしては踏襲できてるんですが、もしかすると今後 iOS のデザインが変わった場合、スイントとか Java とかで直接 API 叩いてアラート出してる場合は、その API 自体に変更がかかる、 API デザイン自体に変更がかかるので、当然デザインでは最新のものなんです。なんですが HTML5 アプリの場合、それっぽく描画してるだけなので、バージョンを上げない限りは、でもまあまあもう仕方ない話なんですが、っていう問題が3つ目あります。で、4つ目、開発スピード。OSS なんで、まあ、持ち主もアパッチライターなんですが、つまりは、もう1年ぐらい前になるかもしれないんですが、iOS のでかいアップデートがちょっとキーボード周りのバグが発生しました。で、Ionic チームそれ直してプルリクをすぐ作ったんですが、なかなかそのプルリクがマージされなくて、というのはまあ OSS だから必ずある問題ではあるんですけど、そこでプロジェクトのちょっとスピード感が失われるっていう場面もないことはないです。で、じゃあって言われて作られたキャパシタ、まあ、コンセプトはその先ほど言った Ionic っていう UI フレームワークがありました。それの Ionic チームの考える最強のコンセプトです。まあ、特徴いくつか挙げるんですが、1つ目はまずコアプラグインがあります。先ほど組み合わないって言ったんですが、例えば、iOS のものとプッシュ通知のプラグイン噛み合わないとかあるんです。で、まあ、皆さんこれで今後仮に HTML5 アプリ作られるとしたら、おそらくネイティブ機能がリガリでこんなん Swift で書かねえと絶対作れねえよみたいなんじゃなくて、ほとんど例えばメディアアプリであったりとかSNS であったりとか、画面に表示でプラスアルファでネイティブ API ちょっと叩けばいいなぐらいのものを作られると思うんです。で、そのちょっと叩けばいいなぐらいのよく使われる API プラグインほとんど決まってるんです。なのでキャパシターは、まあ、コルドバは本体を分離させてるんですが、キャパシターはもうキャパシターの中にコアプラグインということでそれ自体を放り込んでます。はい、キャパシターを使う限りはそこのコアプラグインとキャパシター自体のバージョンで、エラーが出るということはあります。で、2つ目が簡単にネイティブ連携ということで、コルドバプラグイン作ろうと思うと、まあ、皆さん興味あったコルドバプラグイン作り方って調べるのが日本の情報で記事書いてくれてる人がいるので分かるんですが、結構面倒くさいんですよ。
何が一番面倒くさいって、コルドバプラグインって NPM で管理されつつ、コルドバ の, 設定ファイルで管理され、でそのだからまずそこで二重管理の登録をして、その中でプラグインを作らないといけないみたいなことをしないといけないんですが、別にそんなこと必要ないじゃんということで、例えばこれ Swift のコードなんですが、オブジェクティブっていうデコレーターっていうかクラスで普通に Swift と書いたらそれがそのまま JavaScript と Swift を連携させてくれますよみたいなので、簡単にネイティブコードと JavaScript コードを連携させることができるようになります。ネイティブ UI シェル、先ほど言ってたみたいにどうしてもアラート API とかモーダル API とか の, デザイン的な部分があるんですけど、別にそれってここら辺のコアの部分でネイティブを入れるっていうと結構難しいんですけど、アラートだけとかなんかここの部分だけネイティブにするっていうそんなに難しくないよねっていうことで、ウェーブビューで表示してるけどその中にネイティブを表示してネイティブ、例えばアラートはネイティブ、アラートだけはネイティブで出すとか、これはネイティブで出すけどこれはウェーブビューで出すみたいなのを選択できるようなで、ちなみにネイティブ言ってるんですけど、でよくネイティブの方がいいって言われるんですが、ウェーブにおけるネイティブって皆さん使われててもあんまプロダクトで使ってないと思うんです。JavaScript とアラートってプロダクトで使ってます。で、結局ウェーブで JavaScript のアラートであったりとかカメラであったり、ちょっとデザインが考慮されてない、もしくはちょっと制御しにくい部分があるので、さっきの部分は iOS ネイティブ、Android ネイティブっていうお話をしてましたが、PWA エレメンツということで、PWA としても例えばアラートを表示するときはちゃんとただの、アラートモーダルを表示するんじゃなくて、ちゃんとデザインされたアラートコントローラーだったり、ちゃんとデザインされたカメラの表示画面だったりみたいなのを作るっていうこともコンセプトに入ってます。でこれ先ほど言ってたんですが、コルドバが仕方なかったんですよ。 NPM が出てくる前にコルドバがあったんで仕方なかったんですけど、NPM と今二重管理になっちゃってるんで、その二重管理から脱出したりとか、とはいつつコルドバ、OSS としてコルドバのプラグインすっごい量がありますので、それを切り捨てるって形ではなくて、コルドバプラグイン自体もキャパシタの中で使えるようになります。まず言うと、結構ウェブデザイン の, HTML と CSS の柔軟な部分を取り入れながら、できるだけネイティブに近づけて表示して、でかつネイティブにいいとこ取りをしようみたいな話なんですけど、これってじゃあコルドバができてなかったかって言われるできてて、で日本で、私はIoniというユーザー会っていうのよくあるんだ、でもネイティブとネイティブに比べてウェブビューって遅くないですかって話をよく聞かれます。で私答えてるのはいつも早くはないですけど遅くはないですって話してまして、皆さんFacebook の HTML5 アプリからネイティブアプリをしたことって覚えてますか？HTML5 アプリが遅すぎたからネイティブに移行しましたって Facebook がもう5年前ですかね、8年ぐらい前ですかね、言った時に結構コルドバ触ってた人とか HTML 触ってた人たちは、あ、やっぱりネイティブではネイティブで作らないといけなかったんだって言ってたんですけど、その時にいやいや Facebook の実装が悪いだけだよ、 HTML とネイティブ実際作り比べてみたけど挙動変わんねえじゃんっていう画像を出したの方がいまして、左がネイティブで作られている当時の Facebook、 右が HTML でそれを再現したものなんですが、速度をどう見るか変わらないですよね。もちろん重い処理とか、なんかややこしいメモリーの負荷とかそんなことし始めたらちょっと話は別になってくるかもしれないんですが、まあ言っても Facebook ぐらいの重さのアプリだったら同等に使うことができますよっていうのは、こういうものを見ていただいたら分かると思います。でですね、
実際に、いや、でも遅かったと言われる人の話を聞くと、結構あの、パイプニュースっていうか、実装ミスのことが多くて、例えば、リブって、ボタンにクリックイベントをすると、遅延なく動くんですけど、リブみたいな、本来クリックすべきじゃない要素のクリックイベントをすると、320時間ぐらい、Android だと遅延してから実行されるんですよ。なんで、タッパグリっていうのかな。で、今のディレクティブを付け加えて実装するのが一般的になってるんですが、まあ、それ付けてなかったんで、なかなか起動、そこのクリックイベント来ませんと。アンテナって APU コンパイルっていう、事前に計算しといて処理速度を上げるようなコンパイル方式を採用してるんですが、で、その本番環境では一般的に使われるんですが、その本番用のコンパイルをせずに、ジットコンパイルって、プレビュー用のコンパイルをした状態、コンパイルで、コルドバ通して思ったりですか。あと、これなんでだろうっていうのはちょっと私は分かってないんですが、HTML5 アプリをコルドバでコンパイルして、まあ、キャパシタもそうなんですが、iOS のエミュレーター上で動作させるとめちゃくちゃ遅いんです。なんですが、実機で動作させると、速度はほとんど変わらなくなって、なんでエミュレーターこんな遅いんだろうってよく悩んでるんですが、なのでエミュレーターで動作確認したから遅いって言われてる方もいます。仮にですね、HTML5 アプリが遅いが正しいとするなら、私たちがブラウザからアクセスするウェブは全て遅いことになるんです。そうじゃないですか。かつ、全てのファイルローカルにあるんですよ、こっち。なんで、HTML5 は遅いから使い物にならないっていうことはもう私勘違いじゃないかなと思っています。で、今までソルトバとキャパシタのいろんな違いを言っていたんですが、やっぱり大きいところはブラウザというか PWA、まあ、エクトロムなんですけど PWA をサポートするかしないかであると思ってまして、なんで昔そんなにアプリばっかり、ネイティブアプリばっかりがリリースされてたかというと、数が少なかったから出したらユーザー捕まえれたんです。一時期アプリ長者みたいな人もいましたけど、ただアプリが今すごい増えてきてまして、でかつもう定番アプリっていうのが決まっちゃってると。なのでこれある調査なんですが、モバイルアップレポートってUS でされた2017年の調査がありまして、モバイルの利用時間ってずっと増加傾向あるらしいです。この中で今月に入ってから新しいアプリを5つ以上ダウンロードしましたとか、どれぐらいですか。まあ実態これです。1ヶ月の新規インストール3分の2、調査した3分の2はゼロだったらしいです。で、スマホアプリ何インストールしてますかって言ったら、トップ5ほとんど変わらなかったらしいです。まあ、もちろん年代とか男性女性とかでの変動はあったらしいですが。なんでトラフィック自体はアプリは減っていってて、新規インストールも減っていってるんですが、ウェブは、トラフィック倍になってるんです。で、1年前と今と同じウェブサイトを訪問し続けてるって方はあんまりいなくて、新しいサイトにガンガン訪問してるんで、もしかすると3年前とか5年前だったら PWA が仮にあっても PWA で出すよりもネイティブで出した方がユーザーはたくさん取得できたかもしれないんです。なんですが、今現状としてはウェブのグラフィックがこうなっている反面、スマホアプリ、新規ユーザーが減っていってるんで、まずはユーザーに使ってもらうってところで、ネイティブと PWA の併用みたいな形は戦略として重要だっていうようなことをハイウェイクチームは言ってました。だからそもそもですね、仮にネイティブが速いとか PWA が遅いとかウェブ遅いとかなんかいろいろありますけど、アプリ利用するのに、ネイティブアプリって利用するのにユーザーってアプリストアに遷移してインストールして、でインストールするときは下手するとパスワードを頑張って入力して、自分もで、その上でアプリ起動しないとファーストビューないわけです。なのでこれからの戦略としてはおそらく PWA で最初体験してもらって、でそのコアユーザーネイティブもインストールするみたいな戦略にどんどん変わっていくんじゃないかなと言われています。結構私好きな言葉なんですが、ああいう理屈の、
ろんな技術ありますけど、HTML タイプ、HTML もっと前向きに、私たちはウェブに投資しますということを言っています。皆さんが何かしら今後プロダクトを作られる、今までは例えばウェブだけど、場合によってはアンドロイドアプリだけど、結構選択肢ってどん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 自分自身の技術とレイヤー、ユーザー、もしくは開発者数、そうですよね、ネイトのアプリ、iOS とアンドロイドでウェーブ作って、エレクトロンを作ってみたいな4つプロダクトをリリースしてた、それは1人でできないんです。なんですが、こういった技術の進化、そして新しいいろんな技術の取り込みとかで今までになかったアプローチも生まれようとしているので、せっかくウェーブ技術に、おそらくここにいらっしゃる皆さんもある程度以上身につけられていると思うんですが、それをこういった形で新しい投資先の一つとして考えていただければなと思います。っていうような登壇をするよってアヨニックチームに言いましたら、ステッカーとこの T シャツいただきまして、ステッカーたくさんいただいてるんで、今うちのユーザーグループでブログキャンペーンしてます。で今日も持ってきてるんで、なんか面白そうだから使ってみてブログ書くよっておっしゃっていただいたら、ステッカー差し上げることができますんで、何でしたら話しかけてください。はい、というわけで、3分ぐらいのありがとうございました。ありがとうございました。